今日は質問のアンサーコーナーです。YouTube とか、まあ、インスタとか SNS などで質問いただくことが多いんですけれども、まあ、しーちゃんを飼ったきっかけだったりだとか、飼い主の趣味だとかをまとめて答えたいと思います。イエーイ！で、CC ママは顔出し NG なので後ろに行って撮影をしつつ質問に答えてもらいたいなと思います。では失礼します。よし、じゃあ早速始めたいと思います。はい。おうち時間は何してますか？休日の過ごし方でお話ししたいんですけれども、僕が結構起きるの早くて、だいたい朝5時ぐらいに起きます。早いね。そう、早い、目が覚めちゃうんだよ。で、朝5時ぐらいに起きまして、しーちゃんと、まずしーちゃんのご飯をあげてお散歩して、で帰ったら動画編集したりだとかコメントを返していることが多いんですけれども、ママの方が8時ぐらいかな、朝。そうだね、7時半から8時ぐらいかな、起きて合流するんですけれども、そこからまあご飯を食べたりだとかして家にいることが多いです。あとは動画編集したりとか、YouTube の撮影したりとか多いかな。そうだね、2人で打ち合わせだとかして動画編集したりだとか撮影してることが多いです。じゃあ次行ってみましょうか。はい。次はしーちゃんの誕生日なんですけれども、誕生日は実はランランママに行けばいいんですけれども、我が家ではしーちゃんを引き取ったのが母が亡くなったことをきっかけに引き取っていまして、母の命日をしーちゃんの誕生日にしています。命日っていうのが7月16日か、を今シーシーの誕生日にしています、で次はシーシーを飼ったきっかけについてお答えしたいと思います。シーシーを飼ったきっかけは過去の動画でも上げてるんですけれども、シーちゃんは僕の実家で生活していたんですけれども、母が亡くなりまして、で父親一人だと、シーちゃんの面倒を見切れないってことで我が家で引き取ることになりました。2年前ぐらいにしーちゃんを引き取りまして、でちょうど YouTube を始めたのも2年前ぐらいなんですけれども、長いようで短いね。まだ2年なんだね、しーちゃんね。そうだね、なんかもっと長く生活してるような気がする。確かに。もうしーちゃんもね、リラックスしてるしね。最初はやっぱりさ、なんかちょっと壁みたいなのを感じたんですけれども、もう最近はもう甘えん坊だよね。そうだね、初めはこんなにね甘えてくることもなかったもんね。で、結婚前その実家で生活していた時なんですけれども、もう一匹チワワを飼っておりまして、僕チワワにすごいべったりだったんですよ。でしーちゃんとはあまり仲良くないっていうのも変なんですけれども、あんましーちゃんは妹とお母さんにべったりで、僕はまあチワちゃんにべったりってなんか派閥みたいなのができたんですけども、だから引き取った時にしーちゃん大丈夫かなって最初思ってたんですけれども、なんか僕と仲良くできるかとか、意外と大丈夫だったね。安心したね。よかったよかったってことで次行ってみましょう。次の質問は、新しいワンコを飼う予定はありますかっていう質問に対して答えたいと思います。これはあります。でただこの子っていうのがいれば家族に迎え入れたいなと思ってるんですけれども、ちょっと予定がいろいろ変わってしまったんですけれども、以前の予定ですとシーズンフェスティバルが終わった後に一匹家族に迎え入れようかなって子がいました。保険の子なんですけれども、ただシーズンフェスティバルあたりにママの妊娠が発覚いたしまして、そこはちょっと断念してしまったんですけれども、もしねこの子ってのがいれば迎え入れたいなと思っております。で僕は結構ペットサイトだったりだとか保険のサイトを見たり常日頃をしておりまして、チェックしています。でただ飼いたい犬種なんですけれども、こう結構ママと意見が割れるんですけれども、僕が飼いたい犬種っていうのはシーズー、ペキニーズ、チワワ、ポメラニアあたりを考えてるんですけれども、ママは私はシーズーちゃんがいいな。しかもメス限定なんだよね。そう、しーちゃんが女の子だからやっぱり女の子の方がいいのかなって思って。ああ、なるほどね。
ゃあ次行ってみようか。うん。で次はシーシーの印象についてお答えしたいと思います。シーシーの印象なんですけれども、僕はその実家からずっと生活していて、結構その自分を持っているといいますか頑固っていうのもそうなんですけども、悪く言えば自己中、まあでも自分を持ってるっていう感じで、夜寝る時だとかいつもその仲良しチワワを2階に抱っこしていくんですけれども、しーちゃんも抱っこして僕の部屋に連れて行ったことがあったんですよ。ただ僕の部屋に連れて行っても出してくれとか泣いたりだとか全然懐いてくれなくてそうなんだ、うん、そう、好き嫌いがはっきりしてるんだなこの子はって思いました。本当我が家って僕とチワワで仲良くしてて、しーちゃんはもう母と僕の妹ランランママにべったりだったので、本当になんか犬の派閥がありましてダメだったんだ、しーちゃんは。そうなんだね、うんうん、今じゃ考えられないね。考えられない。逆にそのしーちゃんと会った時どうだった、第一印象。しーしーママの方は僕と結婚するときに、結婚の挨拶で僕の実家に来たときに初めて会ったんだよね。そうだね、うん、その頃はそうだな、二人とも私のところには来てくれなかったから。あ、しーちゃんもそうだね、ちわちゃんも、警戒してたよねやっぱり、うん、誰だって。あ、ちわちゃんとかも歯むき出しでね。そうだね、すごいうーって怒られていて、しーしーママに噛みつくごとくね、すごかったよね。でもエズゲイター仲良くなったんだよね。そう、可愛かった一瞬だったよねねえしーちゃん、うん、覚えてるしーちゃんは寝てたよね、うん、割関せずって感じだよね。可愛、うんうん、いワンちゃんがいるなってぐらいかな。あー、なるほどね。次の質問は、夫婦仲良く過ごす秘訣について教えてくださいって質問にお答えしたいと思います。これ結構YouTube とか別のチャンネルとかでも質問が来るんですけれども、なんだろうね、何かな、特に意識はしていないんですけれども、うん、相性かね。そうだね、相性もありそうだよね。うん、でも常日頃ありがとうとか感謝を言葉で表すようにはしています。うん、相性がいいって言っても以心伝心で思いが伝わったりとかしないのかなと思うことはあると思っていまして。そうだね、うん、直接言った方が絶対響くと思いますし、私、うん、なんか急に目線がこっちに来たから、うん、キラーボールを飛ばしますキラーパスか私か、私はそうだな、なんだろう、なるべく笑顔でいるようにはしてるかな。あー、なるほどね、うん、うん、やっぱり笑顔ってね、うん、人を元気にすると思うし、その場も明るくするし、うん、そうだね、そうそうそう、うん、明るくだったりとかポジティブな風に過ごしてると、まあ、いい風にね、物事を回転してるね。そうだね、うん、次の質問が、プロポーズをどのようにしましたか。これ恥ずかしいな。そうね、これはもうあれあれだと思うんですけれども、ホテルで夜食事しまして、で事前にホテルマンにいろいろ打ち合わせするんですけれども、食事をし終わった後別の席に移動しまして、ちょっと夜景が見えて二人ポツンと座れるようなところで、そこに座ってホテルマンが手紙を持ってきてくれて、まあ、僕は事前に書いてたんですけれども、それを渡してプロポーズっていう感じで恥ずかしくなっちゃうねっていう感じでプロポーズしました。うん、恥ずかしかったな。そうだよね、花束もな。そうね、花束もらったね。うん、で指輪なんですけど、指輪は多分サプライズで渡した方が喜ぶと思うんですけれども、そのサイズが合わなかったりだとか、これじゃないなっていうのをプレゼントしたらちょっと嫌だったので、もうそれはもう事前に一緒に買いに行きました。指輪も持ってる。持ってるよ。あ、今は持ってないけど。で、シーシーママの指輪をお見せしたいと思います。じゃん、見える？うん、見える。ピンクダイヤモンドがついてるんだよね。うん、このピンクダイヤモンドもさ、選んだんだよね。
そうだよね、なんか早物なんですけれども、なんか顕微鏡みたいのでさ見たんだよね、うん、あ、そう、ああ、でもいろんなもの見てるとなんか目がバカになっちゃってね、分かんなくなっちゃうよね。分かんない、もうどれがいいのか分からなくなっちゃったんですけれども、うんうん、そんな感じで指輪を選びました、うん、なんか懐かしいな。懐かしいね。ね、婚約指輪ってさ、うん、もうしないから久しぶりに見た、うん、でこれで最後の質問にしたいと思うんですけれども、お気に入りの YouTube チャンネル教えてください。でこれは2種類ありまして、僕はワンちゃんチャンネルを勉強がてら見ているのと、あと趣味で見てるチャンネルがありまして、勉強がてら見てるワンちゃんチャンネルっていうのは、まあ皆さんご存知だと思うんですけれども、アウンのテンポさんだね。趣味で見ているのが、僕結構オタクなんですけれども、あのガンダムの公式のチャンネルだったりだとか、ちょっと前までスラムダンクが毎日配信されていたんですけれども、そこのあの公式のサイトだったりだとか、割とアニメをよく見ています。一方ママは、私はそうだな、うん、何見てる、なんだろう、ワンちゃん動画とか。ワンちゃん何見てる。ワンちゃんは、うん、なんだっけ、福ちゃん、福くんとか。あ、シーズンの福ちゃんね。そう、可愛いもんね、福くんとか、うん、あと誰だっけ、まるちゃん、まるちゃんとか。まるちゃんも可愛いよね、うん、そうそう。あとさ、ホストとか見てない。ホストとかさ、あのローランドとか、あとキャバ嬢で進撃のノアとか。そうね、結構美女商売系みたいですね。イメージが崩れるけど。ちょっと恥ずかしいんだけど。なんか、うん、あれだね、自分とは全く別の世界だから、うん、非日常みたいな。そう、非日常で、うん、あ、こんな世界もあるんだなーって見てるのがちょっと面白くって、うん、ついつい見ちゃうの。確かにね、まあ面白いよね。そう、うん、あとあれ、あ、ローランドの上司のやつなんだっけ、ラン社長、ラン社長だ。もうっていうね。どうしよう、恥ずかしい。結構水商売系しちゃうんですよ、ママさん、あのチャンネルは。でホストとか行ったことないし、うん、好きでもないんだけど、うん、まあ普通に面白いよね。そう、うん、はい、他にも質問がいろいろあるんですけれども、結構長くなってしまいそうなので、今回はこの辺で終わりにしたいと思います。もしご視聴者様のこういったことを聞きたいという質問がありましたら、コメント欄にご記入いただけますと嬉しいです。もし、あの、質問が多かった場合は、第2弾をやりたいなと思っております。では、この辺で終わりにしたいと思います。ご視聴ありがとうございました。